ザミトコです。皆さんごきげんよう。ミリアム・ヒルデガルド・フォン・グロピウス役の高橋かりんです。アクションドール、アニメ、舞台、アプリゲームなど様々なメディアで展開中のプロジェクト、アサルト・リリー。この番組はそんなアサルト・リリーの魅力を伝え、人々を導く存在となっていくためのパーソナリティ養成番組です。はい、はい、舞台アサルト・リリー・ロスト・メモリーズ、お疲れ様でした。でね、今日はまあそれぞれご自愛していることでしょう。うん、いやでもきっと楽しかったんだな。ねえ、きっとね、まあみんなで作り上げていくものですから、舞台っていうのは。そうだね。多分もう来週はさ、舞台の感想でいっぱいになっちゃうから言う機会ないと思うけど、もう稽古の段階から一つ柳隊はすごい団結してたよね。そうだね。もう初日がね、結構順調に稽古終わって、2時間早く終わったんだけど、その後もう一つ柳隊で稽古場借りていいですかって言って、自分たちでシーンをね振り返ったり、じゃあダンスの練習も時間ないからみんなでやろっかって言って、自主的にやってたよね。頑張った。よかったよ。結束力があったね。本当。なんかさ、みんなさ、もちろん舞台以外にもさ、他の現場もあって忙しいしさ、帰ったら帰ったら多分チェックしなきゃいけないものとかあるのは分かってるけど、でも残ろうって思ってくれるのがなんかジンときた。いやー、よかったよ。嬉しかったね。きっとその成果もあってね。大成功していることでしょうよ。そうですね。ね。はい、はい、まあ、具体的な見どころについてはね、また感想メールをね、届き次第振り返りながら、紹介していきたいと思います。まだ感想送ってないよって人はチョッパヤで送ってください。はい、まだ間に合います。お願いいたします。ということで、舞台が終わったということはね、もう1月も終わってしまいます、今週の木曜日は節分です。はいはい、まだ始まってもないのに。そうだよ。私は時空ではまだ あら行っちゃいます。来週来週、おお、千秋楽を迎えてますの、皆さんの次元では。進んでますので。進んでますので。私たちったらまだおほほほ、幕は上がってませんわ。おほほ、なんか異世界のラジオみたいな感じで、なんか変だね。変だね。ね、聞いてる頃には終わってるんだね。ここにさ、お二人は何か節分やりますかって書いてあるんだけどさ、なんかもう舞台のことで頭がいっぱいで未来のことを考えられない。そうだね。舞台終わった瞬間に考えよう。だって30に終わって31、1日、2日、3日まで猶予があるもんね。うん、うん、節分までね、うん、その時元気が残ってたら豆まこう。豆まこう。そうしましょう。じゃあ行きましょう。まあ、目の前のことをとりあえず今はね、精一杯頑張っておる最中でございますよ。はい、はい、ということで、まあ、今日も元気にやっていきましょう。はい、アサルトレディラジオガーデンオーバーフロー、訓練開始。この番組はアサルトリリーラストバレットの提供でお送りします。アサルトリリーラジオガーデンオーバーフロー。改めましてごきげんよう、伊沢美香子です。ごきげんよう、高橋かりんです。はい、ということでね、まあ舞台も終わった頃になりますけれども、はい、まあ舞台が終わりましたら、なんかやりたいこととかってありましたか？鎌倉に行きたいよ、行きたいよ、山彦、山彦行きたいよ、行きたいよ。行きたいね。行きたい。あのピーちゃんとね、なっちゃんとかはさ、そのロケでね、行ったりとかしてましたけど、そうだ、アサルトリリーの聖地なのでね、行ってましたけれども、我々はもうそのアニメやるもっと前からずっと一緒に行きたいねって話してたよね。 2,3 年越しの鎌倉行きたいだから。行きたいね。行きたいよ。今年こそちょっと、まあ状況にもよるけれども、そう、ね、気持ちとしては今年も引き続き行きたいですね。行きたい、引き続き行きたい。行きたいね。楽しそうだな。あと山梨に行きたい。山梨に行きたい。行きたいね、山梨もね、はい、うん、あのゆゆ様が1話で戦ってたの橋、そうだね、大きいね、アーチの橋のところとかもね、見に行きたいね。リリの故郷に行きたい、行きたい。ぶどうの香りがしますっていう、ぶどう畑の香りがしますっていう、ラムネ飲んだりしたい、したいね。山梨行きたいね。行きたいね。やっぱ遠くに行きたい気持ちはありますね。でもあとみんなで普通にご飯行きたい。あ、行きたい ね。 ね、この場合のみんなは一つ柳隊でしょ。あ、そう、よくわかったね。通じ合ってる、素晴らしい。
辞書で言うとあの2個目に書いてあるこっちの意味もありますよの丸2のやつね。丸2の方ですね。そうね、なんかやっぱりさ一つのものをみんなで終えたからさ、やっぱり感想戦みたいなことしたいじゃん、うん、実はこここうだったんだよとかさ、うん、あれありがとねみたいな、うんうん、そういう、まあ、いわゆる打ち上げみたいなこともね、うん、したいですね。したい、うん、なかなかね、まあ、やっぱみんな忙しいから、うん、タイミングはないかもしれないけど、うん、集まれる限りでね、うん、集まりたいですね。集まりたいですね。さあそしてですね、はい、本日からですねノイントプレルリウムのストリーミング配信がスタートしているそうですよ。イエ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 イ。ノイントも舞台で踊らせていただきましたので、え皆さんのもう耳にこびりついていることでしょう。でしょう。早くあの音源が聞きたい、早く手の音にも来たいっていう気持ちでいっぱいなんじゃないですか。そうでしょうね。まあ、ダンスもなんていうのかな、なんか美しい感じだよね、うん、あんまりさ、ね、もうさもう精一杯でさ息ハーハーっていうよりは、うん、なんかすごい優雅でさ滑らかだよね。ね、だけど真剣に戦ってる感じはあるよね、うんうん、みんなで一つの絵をこう作り出すみたいな、なんかそれぞれのさこうなんかなんだろう、オープニングのところもさ、私は手をフランって手を軽く上げるだけなんだけど、うん、でも横ではくるんって回ってる人がいたりとかして、うんうん、全体で見るとその一つの絵が完成するんだよね、うん、そうだね、うん、こうなんて言うんだろう、フォーメーションの移動によって表現される世界観みたいなのとかもあったりとか、これ一つで一人みたいなね、うんうんうん、感じで、うん、なんかあの途中のさみんなでこう囲うところ、あ囚われてるところね、そうそうとかも、うん、私とかりんちゃんはね前の方でしゃがんで前衛みたいな前の檻です、そう檻の前部分なんだけど、うん、横から手を伸ばしてこう鳥かごみたいに囲んでる人もいれば、うん、みたいなね、なんかこうみんなで一つのものをガッて表現するみたいな振り付けも結構あったから、うん、そうだね、うん、舞台映えする感じですね、かっこいいね。しかもそれをねアラウンドザビローを着てそうよ、アラウンドザビローやるわけですから、ええ、ね、まあストリーミング配信は本日からですけれども、はい、あの CD 版の方ではね、はい、我々がアラウンドザビルを着た実写のキャストの顔がね、うん、ジャケット写真でねなっておりますのでね、2月9日発売ということです。はい、はい、ぜひゲットしてください、はい、さあということで、はい、そんなノイントに関するメールが来ておりますのでご紹介しましょう、はい、ラジオネームかまぼこさん、ありがとうございます。14歳の方からいただきました。やばい、もうすぐダブルストアだ。すごいお若い方から、ありがとうございます、ありがとうございます。伊沢さん、高橋さん、ごきげんよう。ごきげんよう。先日ファーストシングルをようやく買い、うん、今聞きながらお便りを書いています。ありがとう。2月に発売されるセカンドシングルも楽しみにしています、はい、今年もアサルトリリーを全力で応援していきたいです。ありがとう。嬉しい。あれかな、お年玉、お小遣い、お年玉、お年玉で買ったのかな。なんちゅの、ちょっと泣きそう。14歳には大金だよ。そうだよね、1000円とか2000円とかって、まあ、もちろんね、働いてらっしゃる方も皆さんが大切な時間をね、うん、使って稼いだお金だから安いとは言えないけれども、でも特に14歳だったらお小遣いの中って限られた額の中からだ、ね、そうよ、ね、エーデル・リリエとそしてノイントも買ってくれるっていうことだから、はぁ嬉しい。いやいいね、うん、なんかグッとくるな。なんか前にもさ、この番組でその中学高校の時に聴いてた曲は一生残るって話をしたけど、うんうんうん、言ってたね、買ったものもやっぱ一生残るよね。そうだね、ほんと、もうその都度大掃除の時とかにもさ見てさ、そうだよ、この頃この曲聴いてたとかね。そうだよ、だからその時に私たちのジャケット写真見てくれるんだよ。うわー、わいわいわい、いや嬉しいな。だからもうこのかまぼこさんの青春あるいは人生にこのね我々の曲が刻まれてるんだよ、うん、なんてなんかこう恐れ多くもでもありがたいというかさ、うん、ねえ名誉なことだなって思うね我ながらね、うん、光栄ですね、光栄ですね、うん、嬉しい。えだし、まあ、確かにさ限られたお小遣いの中でねやりくりしなきゃいけないから、うわ、うん、買いたくても買えないっていうものもいっぱいあると思うけど、うん、でもちょっと背伸びしてでも買ったものってやっぱりそれだけ喜びも大きいからね、うん、やっぱ大人になってああ今日買わなきゃ取りに行かなきゃってなんかこう半分義務感な時もあるじゃん、うん、けどやっぱわかるよ、わかる、うん、もう限られた予算の中でもう割いたそれの
ために何日も前からこの日は発売日だから部活をこの時間に終わってこの日に引き取って、うん、で聞いてパソコンに取り込んでみたいな、あの時間って本当にいいよね。もういや素敵だと思うよ、うん、なんか言葉合ってるか分かんないけど不便益っていう言葉があってさ、うん、なんか不便だからこそ価値を感じるみたいな。だからこの画質のいいカメラっていっぱいあるけど、うん、レトロなカメラで画質が落ちるからこそいいと思うとか、うん、わざわざ歩いて登って疲れて食べるから美味しく感じるみたいな、うん、なんかそのお金とかじゃ変えられない価値があると思うので、うん、いやすごくね、うん、こう有意義にその時間を楽しんでいただけたらいいですね、うん、ありがとうございます、はい、つい若い人へのメールは優しくなってしまいますねいやそうなのよ、あのさ、うん、私もさ ありがとうっていう気持ちはまあもちろんあんだけどさ、みけちゃんがさあまりにもさもうさ感動してるからさ何も言えなくなるよね。嬉しいのよもう小説書きたくなる。もうほんと かまぼこさん、今みけちゃんすごい顔を真っ赤にしてね目をうるうるさせながらあの胸の前に手を組んでこれを言っています。本当に嬉しい、本当にありがとう、うん、かまぼこありがとうではね続いてのメールに行きましょう、はい、ラジオネームひまじんがZさんからいただきましたありがとうございます。お嬢様方ごきげんよう。ごきげんよう。今更ですがオーバーフローのデジタルミュージックを購入したので毎日ヘビロテしています。ありがとう。すると最近曲のイントロを聞くとラジオのタイトルコールの幻聴が聞こえるようになってしまったのですお二人もこんな感じの条件反射で幻聴が聞こえたりすることってありますか。だって、はあ、ありがとうございます。ありがとうございます。え、あるよね。なんかもうオーバーフローとかは私アサルトリリーって言いそうになるもん。え、ほんと？ならない？あんま、あ、でもわかんない。ダンスやってる時に聞くからかも。あ、ダンスだと次の振りはこうで。確かに。ダンスの時は思わないか。そうだね。フラッと聞くと聞こえちゃうかもしれないね。ほら、なんかコーナーごとのさ、曲とかはさ、うんうん、ダンスないじゃない？そうだね。そういうのとかを劇伴っていうんですか？そういうので聞くとさ、言わなきゃみたいなこのディレクター久保さんのキューっていうのが目に浮かぶ。目に浮かぶ、うん、確かに。あ、それはあるかもな。あと舞台のとかのライブとか、うん、ダンスの時に、うん、本番なのにあの先生とかがあのここなんか手上げ下げみたいなそういうさなんかアシスト練習中は言ってくれるの次ターンみたいなその言葉が脳内に浮かんでくる。それだ緊張わかる。めっちゃわかるわ。この独特な言い回しがあるね。わかりやすいようにキャッチーなさ、うん、こう言葉で表現比喩してくれたりする、ね、うんうん、なんかね音に合わせたなんて言うんだろ う、はい、ここはもう自分を信じてとか自分を信じるところだみたいなところとかはい、ここはちょっとお姉の手でみたいなとかね全部聞こえてくる。それか、うん、確かにそういうことはよくあるね、うん、なんか立ち位置とかもさ、うん、あこっち行った方がさこれがこうぶつかんないからとか話し合った情景が浮かんだりして、うん、あだから4番だだから3番だ、うん、みたいな感じで立ち位置行ったりするよね、うん、する。あ確かに、うん、あそれは稽古がね、うん、染みついてる感じはあるかも ね、うんうん、そういうの結構いろいろあるなって思ってあるね。いいですね、はいはい、では続いて続きましてラジオネームティラノさんからです。お久しぶりです。ありがとうございます。みけちゃんかねちゃんごきげんよう。ごきげんよう。アサルトリリーの世界にはいろんな髪色の子がいますね。確かに。私は気分で髪色を変えるのが好きなので今までいろいろやってきたのですがお二人はやってみたい髪色とかありますか、うん、美容師さん曰く日本人の色素的に寒色系の色は入れづらいらしいので、葵ちゃんとか舞様は染めるとしたら大変そうだなって思って見てしまいます。とのことでティラノさんが過去にやった髪色こんな感じです。遍歴が来ております。すごい。なんて言うんだろう、ライトオレンジっぽいのとか、うん、朱色っぽいのとか、うん、赤紫、うん、あと青、なんて言うんだろうね、青かな、ダークネイビーというかネイビーブルー、パープルっぽい。でもこのピンクっぽいのはさ、うん、ちょっとリリの髪色を濃くしたみたいな感じで、かわいい。で赤っぽいのはヨウ様とか、そうだね、カエデさんっぽい ね。紫は誰っぽいんだろう、お台場の子とかにいそうだよね。ああいるかもね。青は、青はそれこそ葵ちゃんとか石川葵ちゃんとかね、そういう感じの色だね、うん、まあ、ゆゆ様っぽくもちょっとあるよね。あ、ゆゆ様だね、うん、いいな、すごい。同じ方の髪色でこんなに変わるんだね。ね、面白いね。面白いね。道路の髪色みたいだよね、ほんとね。かなりビビッドですね。やってみたい髪色とかある？え、金髪？あー、いいね。え、似合いそうじゃない？ほんと？うん、なんか金だけど、うん、眩しいっていうよりはちょっと
マロンっぽい感じの落とした色味の金髪みたいな、なんか自然な地ですよみたいな。なるほど。でもかりんちゃん染めてるイメージ全くないけど。ないかな。ないかも。私なんかミルクティーブラウンとかピンクとかしたくて、うん、いいね。昔ね、もうほんと7年ぐらい前かな、うんうん、僕7年ぐらい前にマネージャーさんにピンクしたいって言ったら絶対ダメって言う。なんで？いいじゃん。絶対ダメ。なんかかりんちゃんってブルーベースな感じだからさ。あ、そうかな。ピンクとかブルーとか似合うよね。絶対ダメ。あ、絶対ダメなんだ。でもさ、私がいきなり頭全部ピンクになったらちょっと笑うよね。もう極めてるね。その時は毛先をピンクにしたいって言ったんだけど。なるほど。毛先でもダメ。あ、そうなんだ。そう、ダメだった。へえ。でもなんかそのエクステみたいなすぐ外せるやつとかでさ、うんうんうん、ライブの時だけとか、うん、ね、やったらいいよね。うん、やりたいな。やってみたいな。ねえ、うん、髪、そうだな。それこそさ、髪の毛とかはさ、うん、このやっぱ髪にもこの強さがあるからさ、うん、年を取るとなかなかどんどん栄養素が抜けてっちゃったりするから、やるなら若いうちの方がいいっていうから。そうなんだ。そう、ブリーチとかすると負担かかるから。あのさ、一回さ、最近あるじゃん、なんか髪の毛に塗るクレヨンみたいなやつ。一日だけで落ちるやつ。あれのね、全部さ、金色にしたらいいんじゃない？ヘアマニキュアみたいなやつかな、うん、でもあれ大変じゃない？だってさ、こう部分ごとに結んで、うん、根元からやって、ほどいて、また部分ごとにやって。そうなんだ。自分でやると壁汚れちゃったりさ、耳の裏についちゃったりとか。確かに洋服全部その色落ちそうだもんね。あ、そうだね。汗かいたりするとね、落ちてきちゃうから、うん、やっぱ美容院に行くのがなんだかんだコスパいい気がするよね。そっか。かりんちゃん何色かな。難しいね。何色が見たいかな。でも私はもう黒のイメージが強すぎて。私も、うん、かりんちゃんは黒、なんか瞳の色とかとも合ってるし、肌の白さがさ際立つから、やっぱ黒、黒好きだな。やっぱ黒かな。私も美容院行くのめんどくさい。プリンになっちゃうのがね、根元がね。そう、そうだよね。逆に私黒ありえなくない？うん、ないかも。もうあんまりイメージつかないかも。黒になったら私なんか反省してるのって言われそうじゃない？なんかやらかしたの？どうしたの？謝罪の気持ちを超えてみたいな。確かに。やっぱみけちゃんは明るい色とか茶色系の色のイメージが多い、うん、多いっていうか。なんか多分それこそ、うん、私は多分イエローベースだから、うん、肌の色とかね、うんうんうん、なんか目の色とかとのバランスで、うんうん、バランスがね。黒だとすごい本当ビッグかぶってるみたいになっちゃうんだよね。あ、そうなんだ。乗、うん、せた頭みたいな。そうそうそう。ここだけすごい黒でベタ塗りしてますねみたいな、立っちゃうから、うんうん、ね、もうお互いちょっとね、守備してるところは違うんですよね。そうだね、うん、面白いね。面白いね。人の髪型考えるの面白い、ね、面白いね。はい、いいですね。ということで、はい、はい、皆さんたくさんのお便り今回もありがとうございました、はい、引き続きお待ちしております。ではここで一曲お届けしましょう。一つ柳隊でノイントプレルディウム。水が一粒奇跡に
るものをどんな困難が待ち受けていようとも窮地に立ち向かう強い意志と仲間との絆が大切。そこでこのコーナーでは2人で協力して様々な特訓をしていきます。はい、今回のテーマは、はい、まだギリお正月、わいわい、お嬢様カルト特訓です。やったー。はい、この番組はクリスマスを3週間ぐらいやったり、楽しそう、お正月を1月ギリギリまでやったりしておりますよ。ということで、はい、リリーたるもの楽しいお正月を満喫しているはず、うん、番組ではスゴロクや福笑いをしましたが、まだまだ楽しんでいきたい。イエイエイ。そういえばまだカルタをやっていなかったので、今回はオリジナルのお嬢様カルタを考えていきましょう。ん、考えていきましょう。おや、ということで、ルールを聞いてみましょう。今から50音の頭文字を引いて、その文字から始まるお嬢様っぽいセリフのカルタの読み札を考えていきます。はい、2人とも思いついたらどんどん答えていきましょう。スタッフが判定し、まあお嬢様っぽいかと思えば丸が出ます。丸が出れば次のカルタへ。今回は成功とか失敗の概念はないので補修はありませんが、20個の丸が出るまで終わりません。あれなんか前回のスゴロクぐらいからちょっと雲行きが怪しいんですけど、あれ、なんかこれ私たちのやりたかったことなのか。いや、でもなんかこれ字面だけ見た時、私やったーカルタだーって思ったんだけどさ、うん、なんかさっき、いや罰ゲームやらされてるだけだっていう事実を知った。あれ、これなんかしかも、あ、今回補修がなくてすごいって思ったけど、これ全部補修みたいなもんじゃない。あれ気づいちゃったけど、気づいちゃったね、気づいちゃったけど、いやいや、20個丸が出るまで終わりませんって書いてあるので、うもうとっとと作って終わらせよう。だって今作ったら来年みんなで遊べるからね、このカルタいいですね。はい、じゃあやっていきましょう。はい、じゃあ1個目引きます。最初の文字はダララダン、イイ、イ、あ、伊沢のイじゃない。じゃあ伊沢のイで、伊沢美香子はお嬢様っぽいだよ。なんだろうね、お嬢様っぽいことか。あ、わかった、一度使った茶葉は捨てちゃいますわ。おお、やったやった、お、二度出ししないっていう。で、じゃあかりんちゃんにこれ渡そう。はい、はい、でん、に、に、に、お嬢様っぽい、にゃ、ニョルニールは特製。おお、どちらかというとアーセナルだけどね。行こう、どんどん行こう、どんどん行こう。でもこのペースならいいんじゃない。いけそう。次、目、目か、目、目、あ、召使い、それやっといて。いいね、いいね、いいんじゃない、いいんじゃない、いいね。はい、召使い、召使いって呼ぶの、モブ召使いたち。はい、では続いて、ロ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 、六名館とか、六名館でお嬢様、六名館で、六名館でパーリー内。まあお嬢様ぐらいになると、もう6名間なんてちょっとしたパーティーで使っちゃうわよっていう、舞踏会じゃなくても使っちゃうわよ。続いて、も、もうお金が余って余ってしょうがないわ。久々のお金来たぞ。よし、では続いて、む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 し、あー、ダメ、違うよかりんちゃん、こうだよ、いくよ、うん、む、無限にお金あるわ。なんかピポレだ、ピポじゃん、レだって、レレレ、レ、あ、レイジョー、レイジョー、レイジョーとは私のことよ。うまくない、私、ミニちゃん得意じゃん、これ、得意じゃん。あと言い方、言い方大事だよ、言い方、言い方、虫ですわって言ってたらさっきのもいけた。あ、なるほどね。よし、お、お金。なんでだよ、お前が好きなおから始まる言葉あるだろ。あ、行く、行きます、行くよ、行くよ、おぬいぐるみ様、かわいいですわ。屈辱だ。なんで、なんで私から振って私が傷つかなきゃいけない。グギギギギけど、バラエティとしてはこうするしかなかった。いや、まあまあまあ、でもいいですよ、いいペース、いいペース、超えたんじゃない、いいペース、もう10超えてますよ。いや、もういけたらいっぱい作ろう。あ、そうだね、どんどん行こう。じゃあ続きまして、はい、ほ、ほ、
ほっほっほっほほってなんだろう。ほっほっほっほ、お嬢様って何している？もう最初のあの一度使った茶葉を捨てるがさ、ちょっと可愛いね。確かに。なんだろう、わかった、ホテル建築して。なんだろう、ホテル建築して、おー、全部私の部屋にしますわ。ダメだなこれ。あ、丸だった。あ、丸だった。やった。でもホテルってことはさ、うん、貸し出して運用するんだね。資産運用するんだね。やっぱ令状もさ、使ってばっかだとお金なくなっちゃうから。あの、やっぱお金持ちってさ、土地転がしたりしてんじゃん。お嬢様も将来の不安があるんだね。一応ね、老後の資金を稼ぐな。老後の資金を一応、ね、ホテルにしましょう。多分でも老後とか、あの子孫だよ、もう4代目後ぐらいの子孫のためにホテル建てんだよ。なるほどね、涙ぐましいな。まあ丸が出たから次行こう。はい、続いて、そう、そ、そか、そ、それ、総理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 大臣。総理大臣は私のパパ。あー、ちょっとかわいそうな子に見えてきたね。なんで？あれパパだから。やばい、私全部なんかちょっとさ、貧乏お嬢様みたいなんだけど。確かにあのさ、貧乏ちゃまみたいな。実は。続いて、せ、せ、あ、世界中の、お、言ってください。わかった、世界中に私別荘ありましたよ。どこの国に行きたいかしら。おー、いいじゃん、ちゃんとしてる。続いて、す、あ、行く、お、スーパーカーで通学するのは早くていいわね。あ、これ今までのこのお嬢様の補習のコーナーで上手くなってる。ミケちゃんだけ得意になってる。上手くなってるよ。さ、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 お食べなさいとか、さ、でもさあだね、さあだね、うん、さあ担当食べ。ママ今日のご飯は何。さあ、さあ。今高井様ラケットを手に持ち、はい、スマッシュを打ちましたよ。待って、ここに置いたけど、待って、さあ、さあ、さあご覧に、あ、わかった、行くよ。さあご覧になって、私のウォークインクローゼット広いでしょ。いいな。おえ、なんでミケちゃん、うまい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 じゃん。次、ふ、いくか。富豪を探してるって聞いたけど、私のこと呼んだ。あ、うまい、うまい。なんかミケちゃんのお嬢様はお金持ちを鼻にかけてんだよな。嫌なやつ、嫌なやつ。いや、いや、やっぱり金が一番ね。あ、あ、わかったわかった。安いものに興味ないわ。おー、いいぞ。え、もうどんどんいった。どんどん出るじゃん。次、ゆ。ゆゆ様って、気高いわね。お、お、ちょ、とりあえずアサルトリリ的なこと言っときゃ丸が出るってことですわ。まあ、リリー、まあ、リリーイコールお嬢様だからね。なるほど、夏だからもう、じゃあモブリリーです今の。だから一般市民たちが、あー、気高いわねっていう、って尊敬の眼差しね。皆様、孤高のリリーですからっていう。なるほどね、リリーたち。次、み、ミケちゃん、ミケちゃんはお嬢様が得意。なんだろう、 みんなのお嬢様ミケ。お、貧乏な、やった。いや、ちょっと許せないんだけど。許せない、じゃあミーって。もっとミケちゃんのお嬢様っぽいところを探そう。ミケちゃんのお嬢様っぽいところ探すの。ミケちゃんはまるでお嬢様かと錯覚するほどボードゲームを持っている。なんでだよ。じゃあ分かった、ミケちゃんの所有するボードゲームは100以上。いや、それ私のウィキペディアみたいな。え、なんだろう、ミケちゃん、可愛い要素が足りないです。可愛い要素が足りない。ミケちゃんの相槌は、あは。あー、どこ通ったんだけど。じゃあ続いて、ま、ちょ、かりんちゃんのも作りたいな、せっかく札に。ま、じゃあ無くない。まあ、まあ素敵な、まあ素敵な笑顔ね、かりんお嬢様。おほほほほほ。
グギギって言っちゃったじゃん。グギギ。あ、丸だ。やったやったやった。何これ、もうなんかわかんないけど、どんどん行こう。どんどん行こう。なんかルナティックトランサー状態。どんどん行こう。し。白雪様ってお嬢様よね。あれだ。まるでまたゆい様になっちゃったよ。次き。綺麗な瞳をしているわね、リリ。おお、またゆい様だ。どんどん行こう。よ。矢島だって今いだぞ。あ、見えてお嬢様だぞ。すごい。チャンスだ今。次な。泣かないで、ユーシアさん。12個ぐらいだったかもしれないけど。でもいいのできた気がする。でも最初のやつが一番いいよ。一度使った茶葉は捨てますわって。私はやっぱ飯使いってやつが好き。私何が好きかな。なんか私のやつさ、すごいなんかね、歌舞伎物みたいなさ、なんか霊場を探してるってあたいのことかい。なんかさ、なんだろうね、不思議な世界観を感じますね。ちょっとでもまだ言うてもね、うん、半分以上は50音残ってますので、楽しいもん、どっかでねやりたいね。はい、ということでね、まあ来年のお正月にはぜひね、はい、やりたいですね。残りは清楚で可愛い感じでお願いします。そうだね、うん、バランス取ろう。ということで今後も2人の絆を強めるためにどんどん特訓していきます。私たちにやってほしい特訓があれば送ってきてください。以上、共鳴せよ連携特訓でした。アサルトリリーラジオガーデン、オーバーフロー。アサルトリリーラジオガーデン、オーバーフロー、あっという間にお別れのお時間となってしまいました。番組の感想などはハッシュタグパーソナリリーをつけてつぶやいてみてください。番組では私たちのメッセージや各校内のメールなどを皆さんからのお便りをお待ちしております。響きラジオステーションにある番組ホームページのメールフォームから気軽に送ってくださいね。ここでアサルトリリーからのお知らせです。アサルトリリーラストバレットにて本日12時よりイベント同国のクリューサーオールが開催されます。何やら知りやすそうな雰囲気のあるヘルボルがメインの本イベントでは、ヨウ、カズハ、レンカなど新メモリアが登場するガチャも同時開催。どんなストーリーなのか、ぜひラスバレをプレイしてお楽しみください。そして現在、舞台アサルトリリーロストメモリーズグッズのジオ通販を実施中です、うん、公演パンフレットやブロマイドなど舞台の思い出にぜひゲットしてください。詳細はブシロードオンラインストアをチェック。続いて CD 情報です。アサルトリリーのセカンドシングルノインドプレルディウムラストパレットミックスが来週の水曜日2月9日に発売されます。ブルーレイ付き生産限定版と通常版 ABC の4形態を発売。通常版の3曲目にはそれぞれのレギオンソングを収録しております。また封入特典も盛りだくさん。商品詳細はブシロードミュージック公式ホームページをご確認ください。最後に、響きラジオステーションでは番組のアーカイブを1週間無料で聞くことができます。会員登録をしていただければ番組をお気に入り登録したり、この番組のアフタートークを聞いたりすることができますよ、うん、また YouTube のアサルトリリーチャンネルでは過去の本放送も含めて番組をお楽しみいただけますので、こちらもよろしくお願いいたします。はい、ということで次回はね、ついに皆さんからの舞台の感想をご紹介したり、我々もね感想を語っていきましょう。はい、楽しみですね。楽しみですね。ちょっと喋ることまとめとこう。そうだ ね。いっぱい話したいことあるだろうから、言いたいことだらけになるだろうからね、うんうん、ぜひお楽しみにお待ちください。はい、それでは来週もこのガーデンでお会いしましょう。お相手は楓役の伊沢美香子とミリアム役の高橋かりんでした。それでは次回までごきげんよう。この番組はアサルトリリーラストバレットの提供でお送りしました。ちっちゃなリリーの大集合、フルーティーにタッチマックよ。アサルトリリーフルーツ、2021年7月20日より各週火曜日ラスバレ台にて配信。リリーたちがアプリゲームに登場。レギオンを結成してキルジを倒そう。アサルトリリーラストバレット、好評配信中。テレビアニメ「アサルトリリーブーケ」のブルーレイが毎月連続リリース。いろんな特典がたくさん。さあ、クライマックス。
いい？